どうも、シュンス TV です。前回の放送見てくれた人はわかると思うんですけど、ポリスステンチーとステンチーが悪い心に作り変えられてしまって、現在デビルステンチーとデビルポリスステンチーになってしまいました。ベンソンとジョンソンの指示に従うようになってしまったんですけど、なんとしてでも救出しなきゃダメですね。これはもう強いおもちゃで、今からアンティークショップに攻めに行くしかないと思います。ということで、今日は強いおもちゃをまず選びたいと思います。まあやっぱりロッツォとかは悪い心に変える天才なので、とりあえずシュンズ TV にずっといるおもちゃで悪い心にならないって思うおもちゃに行ってもらうしかないですね。ウッディね、もうリーダーのウッディにとりあえずこの緊急事態に何とかしてもらわなきゃいけないので、まずはウッディにアンティークショップに行ってもらいたいと思います。そしてバズね、やっぱりバズも大事ですね。ウッディとバズのコンビネーションで戦うのはめちゃめちゃ強いので、この2人は決定です。でもこの2人だけだとベンソンとジョンソンもいるし、デビルポリスステンチーもとっても強いので、ここはボーピープね、ボーピープもこの棒を使ってめちゃくちゃ戦うのが強いので、ボーピープにも行ってもらいたいと思います。さらにジェシー、はい、ジェシーもとっても強いおもちゃです。タフなカウガールですので、ジェシーにも行ってもらいたいと思います。さあ皆さん、この4体で力を合わせればデビルポリスステンチーを連れて帰ってくることできると思いますので、いい？みんな、ベンソンたちと戦うんじゃなくて、とりあえず大事なのはデビルポリスステンチーを連れてきてください。そしてまた作り変えればちゃんと元のポリスステンチーに戻りますので、結局手作りのおもちゃは作り手の思いが反映されるので、今現在ジョンソンの思いが反映されちゃってるので、また私が作り変えたいと思います。ということで、この4体で今からセカンドチャンスアンティークショップに行ってもらいましょう。さあ皆さん、気をつけて行ってきてね。みんなで力を合わせて協力し合えば絶対に勝てると思いますので、ぜひデビルポリスステンチーを連れてきてください。連れてきてくれればあとはどうにかできますので、ベンソンやジョンソン、ロッツォにも気をつけてくださいね。では皆さん、いってらっしゃい。私たちはここで待ってますので、すぐ開けてみましょう。おー、向かおうとしてますね。向かおうとしてますけど、これは、あ、バズとジェシー、ウッディとボー、カップル同士でなんか、あ、手つないでる。あ、なるほど。あ、カップル同士で手つないでいこうとしたんですね。もうウッディとボーに関しては夫婦ですからね。じゃあ皆さんごめんなさい、突然開けちゃって。いってらっしゃーい。みんな言ってくれたと思いますのでね、みんなぜひウッディたちを信じてここで待ちましょう。いやー、結構時間経ちましたね。大丈夫かな。順調にいってればそろそろ帰ってきてもいい頃なんですけど、ウッディ、バズ、ジェシー、ボーピープ、まだ帰ってこないですね。時間が経てば経つほど心配になって、おお、ビデオメッセージが届きました。何なんだろう一体。ちょっと見てみましょう。ジョンソン様、敵が攻めてきました。どうしましょう。カマワン、全員倒せ、そして縛りつけてやれ。わかりました。おい、シュンズ TV、ベンソン様やジョンソン様のおもちゃを盗みやがって、この泥棒め、逮捕だ、シュンズ TV。 シュンズ TV は悪いやつ。やあ、こんにちは。バズに関してはデモモードにできる。これで私たちの新しい仲間ができたわけだ。さあ、バズをデモモードに変えろ。そして私たちの仲間にするのだ。
わかりました、ジョンソン様。私はベンソン様とジョンソン様の指示に従います。いてろよシュンズ TV。 マジかよ、バズがデモモードにされちゃいましたよ。マジで？しかもウッディとかジェシーとかボーも完全捕まっちゃってましたよね。あの状態でバズがデモモードにされて悪い心にされたら勝ち目ないじゃないですか。だってあの4体で力を合わせるからとっても強いのに、バズが悪者になっちゃったらマジかよ。いやこれどうしたらいいん。お、またビデオメッセージ。ちょっとドキドキしますね。見てみましょう。さあバズ、ウッディの首を締めるのだ。もっと強く締めろ。マジかよ、バズがウッディの首を締めてました。あのままじゃウッディ死んじゃいますよ。でもバズは今現在いい心じゃなくて、あのロッツォとかジョンソンとかにデモモードに変えて悪い心にされてしまったので、いつものバズじゃないんですよ。いやーどうしよう、ちょっとスマイリーロックさんに相談してみましょう。スマイリーロックさん、私あの4体だったらデビルポリスステンチを連れてこれると思ったんですけど、一体どうしちゃったんでしょうね。あー、おそらくジョンソンの中で助けに来ることは想定の範囲内。きっと罠を仕掛けたりしてたんでしょうね。そうか、ジョンソンは本当に頭がいいんですね。あ、それとステンチを攻撃すると攻撃した自分もダメージが来るので、ウッディたちは攻撃ができなかったんでしょうね。とっても大変な状況ですね。そうですよね、ステンチを攻撃したらその攻撃したおもちゃにも同じダメージが来るので、結局ステンチとかに攻撃もできないですからね。マジかよ、バズまで悪い心にされちゃって、これはマジでとってもやばい状況です。とりあえずウッディ、ジェシー、ボーピープが捕まってしまったので、なんとかまた新しく強いおもちゃを送り込むしかないですね。くそー、どん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 おもちゃが取られたらマジでシュンズ TV 終わってしまいますので、なんとか作戦を考えたいと思います。ではまたお会いしましょう。さようなら。いやー皆さん、ジョンソンがここまで頭がいいとは思いませんでしたね。あ、さてスマイリーロックの質問コーナー、スマイリーロックさんに質問です。ボニーのところでボニーとどんな遊びをしていましたか。あ、最後にやったのは水族館ごっこじゃったよ。あ、でもボニーが途中で水族館のおもちゃがいないと言って暮らしを返してもらってましたよ。スマイリーロックさんは好きな YouTuber は誰ですか？あ、わしは YouTuber のことをよく知りませんが、あ、でもコメント欄見てるとフォーキーやポリスステンチー、他にもボニーなどがコメントしてますね。みんな YouTuber をやってるんじゃろうか。あ、あとわしをトップガンにしてくれている人もいましたね。ありがとうございます。スマイリーロックさんに質問です。スマイリーロックさんはトイストーリーのおもちゃですか？あー、わしはシュンズ TV が作ったオリジナルのおもちゃじゃよ。スマイリーロックさんに質問です。ボニーの家で一番仲がいいおもちゃは誰ですか？あー、わしは愛するパートナーといつもラブラブじゃよ。ボニーの家ではパートナーといつも一緒にいますよ。あー、皆さん、ベンソンやジョンソンに勝つためにみんなで作戦を考えなきゃですね。
皆様のアイデアのコメントありがとうございます。またお会いしましょう。